はい、どうもパッションです。今日もウィールアプリやっていこうと思うんですけども、いやー、レジェンド来ちゃいましたね。見てください。まあこの二人はいいでしょう。いやー、ここですよ。ファンデルファールとラファエル・ファンデルファールとやってきました。やっぱりね、トッテナムのファンとしては非常に嬉しく、登場した瞬間にね、これは取らないとと思って、結構頑張ってしまいました。はい。でね、まあちょっとどれぐらいで取れたかっていうと、まあさせていただければとは思うんですけども、一応ファンデルファルトがね、最後に当たったんですけども、全レジェンド、今回のガチャの全レジェンドですね、獲得しまして、そしてもう一人ですね、ロビー・キーンも、元トッテナムということで出ておりますけども、ロビー・キーンに関してはね、3回ゲットして、最後にようやく、ファンデルファルトですね。で、フィーゴ2回、クライフ1回かな？なので、ちょっとレア度というか、どれぐらいの出現率かっていうのの、まあ、人によってもね、全然違うと思うんですけども、一応参考にしていただければ。なので、ロビー・キーンはどっちかっていうと当たりやすいんじゃないかなっていう印象を受けました。僕ね、レジェンドガチャ引いたら、1回目はね、普通に、ノーマルの選手だったんですけど、2回目になんか、レジェンド確定になって、誰かと思ったらロビー・キーン出てね、3回目もまたレジェンド確定になって、ロビー・キーン出るっていう、2連続でね、3回引いて2回ロビー・キーン出すっていう、もう、ロビー・キーン野郎になってたんで、本当にちょっとびっくりしましたけども、はい、無事に、僕はね、どっちかっていうと、ファンデルファールと非常に馴染みあって、ファンデルファールとね、取りたいと思ってたんで、頑張って取らせていただきました。で、今日の企画はですね、まあ、このロビー・キーンを、ですね、はい。かつてのトッテナムのメンバーたちと一緒に使うという贅沢な企画でございます。はい。早速ね、行きましょう。こちらです。はい。ですね、2012年頃ですかね、のトッテナムスカットをできる限り再現させていただきました。まあですね、まあちょっと3チーズに関してはここをちょっとね、致し方なくってことで、後から入ってきたメンバーですけども入れております。フェルトンゲも割と新しい方かな。で、まあファンデルファルトね、トッテナムにいたのが2010年から12年頃ということで、2年間ぐらいですね、在籍しておりました。で、ロビー・キーンに関しては2002年から2008年まで、あとは2009年から2011年までということで在籍しています。で、僕ですね、まあちょっと、記憶がおぼろげではあるんですけども、多分トッテナム知ったのは2010年か11年頃で、よく見てたのは2012年頃なんですよね。で、まあ、当時のメンバーね、思い返してみると、ピーター・クラッチね、引退しちゃいましたけども、長身のフォワードのピーター・クラッチだったり、あとフォワードね、パブリチェンコ。今日、すいません、全然前置きしなかったですけど、かなりね、マニアックな、知らない人にとってはね、そんなこと知らねえよみたいな感じじゃないようになるかと思いますけども、まあ、ちょっとね、トッテナムってどういうチームとかね、どういう人がいたのとかの参考に、ちょっと興味持ってもらえればと思っています。はい。で、まあ、クラウチ、パブリチェンコなんかフォワードがいて、あとは有名なところだとですね、その後にアデバヨールって選手が入りましたね。はい。アデバヨールはマンシーだったかなから来て、一時期在籍しておりました。あとは、ミッドフィルダーですね。サンドロっていう選手がいたりとか、あとは僕が本当に大好きでたまらなかった、スコット・パーカーってね、選手が いまして、今はね、監督かなやってるんですけども、パーカーなんかもこの頃いましたね。あとはまあ、センターバックだとドーソン、ギャラス、キングとか、あとは右サイドバックのチョルルカ、左サイドバックのアスエコトとかね、ゴールキーパーだとゴメスとかフリーデルが、有名な選手というか、僕が見てた頃によく活躍した選手なのかなと思ってます。で、2012年に、先ほどもアデバヨールだったりとか、このセンターバックですね、ベルトンゲンだったりとか、あとは、今エバートンかな、シグルズソンっていう選手だったり、あとは僕すごい好きだったんですけどね、デンプシーっていう選手とか、あとは控えに入れてるんですけど、ムサデンベレですね、デンベレなんかが2012年の後の方に入ってきたっていう感じですね。はい。なので、まあ2012年頃の、まあなるべくメンバー構成で一応メンバーを組み立ててるって感じですね。はい。で、ちょっとね、ロビー・キーンは僕ね、すいません、本当
あんまり馴染みがなくて、多分ロビー・キーが抜けた後ぐらいに2012年ですね。なので見てたのかなって、思います。はい。ただ、とはいえ、あれなんで、メンバーに入れさせていただいて、でね、デフォーがね、やっぱね、スタミナが半端なく低いんで、すぐバテるんで、ロビーキーね、交代で出そうかなと思います。スタミナどれぐらいなんだろう ?75 ね、やっぱ低いよね。はい。で、懐かしの、ジャーメイン・デフォーですね。デフォーはね、本当に記録たくさん作りまして、ね、毎シーズン本当に得点量産してた素晴らしい選手でございます。はい。まあ、小柄で、スピードがあるタイプの選手ですね。ただ、デフォーね、ボックスストライカー登録ですね、今、っていう感じになってます。結構スキルね、優秀で、ワンタッチシュートとかもありますし、あとスーパーサブなんですよね。はい。まあ、前半から使っていくわけですけども。はい。ということで、デフォーですね。はい。デフォー結構優秀ですね、能力値。スピードがもうちょっとあったらっていう感じですけども、はい。そこそこ強くなってると思いますね。まあね、もう37歳ですから、ね。まだ現役頑張ってるわけでございます。頑張ってるの取りましたよ。はい。で、ファンデルファールトは OMF なんで、まあ、4231のゲームメイクとかが多分適してると思うんですけど、まあ、あれですね、ゲームメイクポジション。トップ下が向いてるとは思うんですけども、一応僕の中では結構なんかこういう442で ST みたいな感じでプレイしてた印象が非常に強かったんでここに入れてます。はい。で、左利きですね。で、レベマ能力値見ていきましょうか。で、このね、適正の広さよ。すごいですよ、この適正の広さはね。割とどこでもできちゃうっていう。DMF とかもできちゃうっていうね。絶対ここで使わせるのもったいないだろうっていうね、まあ、通知なんですけども、はい。一応できるよと。はい。これちなみにまだポジション適正トレーナーとか何もつけてないんで、最初からこういう感じですね。で、能力値見てみましょう。82、ボールコントロール90。デベマン能力値です。はい。ドリブル87、ボールキープ89、グランダーパス91、フライパス92。なんで、このあたりの、まあ、ボールの扱いの部分ですね、非常に長けてますね。で、あとは決定力もね、やっぱり高い。バンバンね、ファンデルファルトも結構決定力がある選手だったんで、決めてたんで、決定力ありますね。で、プレスキック蹴れるんですよ。はい、左利きでね。で、カーブも、あると。スピードがあるタイプではないですね。で、キック力90。結構豪快なミドルとかも決めてましたね。はい。あと、スタミナもそこそこあって、アグレッシブネスもそこそこあると。はい。後半7ですね。逆足頻度精度が3、4っていうのが本当に非常に素晴らしいですね。で、スキルがね、素晴らしいんですよ。ルーレット、ミドル、ドロップ、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、スルーパス、バックスピンロブ、ピンポイントクロス、ノールクパスということで、やっぱりそのゲームメイクとして持ってるべきスキルをしっかり持ってますね。素晴らしいスキルです。はい。で、少々グランダーパス、プラスフライパス、プラスで、プレイスタイルナンバー10ですね。本当にレジェンドナンバー10多いですけど、俺様感漂う選手がたくさんいますけど、ナンバー10ですね、ファンデルファルトも。はい。というところになります。で、あとはね、ちょっとすいません、FP になっちゃいますけど、通常選手ね、放出しちゃったんですよね、FP ゲットできたんで。ベイルですね。ベイルは、皆さん馴染みないかもしれないですけど、当時ね、僕が見てた時は、左ウィング、左サイドハーフ、まあ、最初の方はね、実は左サイドバックをやってたんですけど、その後は、左ミッドフィルダー入ってましたね、ちょっと。サイドバックから攻撃的な選手に開花するって、本当にちょっとかっこいいですよね。で、ベイルが左ウィングにいて、右にこのアーロン・レノンですね。レノンがいたわけですよ。で、レノンはね、ちょっと能力値もね、今かなり落ちちゃいましたけども、レノンも同じく小柄な選手で、スピードがあるタイプの選手です。はい。爆速ウィンガーでしたね、当時は。今でも高いですね。85、87。ボディコントロール93。まあ、ドリブルが非常に得意で、本当に足が速い、タイプのウィンガーでしたね。ラボーナチェイシング。当時はね、もっと好きだったんじゃないかなと思いますけども、ウィングストライカーというところですね。で、僕はね、この、当時ね、まあ、ピーター・クラウチとかが長身の選手でトップにいて、まあ、クロス待って決めるっていうのがあったんですけど、このね、ベイルとレノンの爆速ウィンガーコンビが、本当にかっこよすぎて、大ファンになりましたね。もうね、とにかく、クソ速いんですよ、足の両方ね。で、モドリッチが、モドリッチね、います。モドリッチがバンバンこのあたりにパス供給して、ね、このあたりに供給して、サイドは、こうね、すごい勢いで縦に上がって、で、クロスを入れて、
この2人がね、対処していくっていうような戦い方でした。でそのね高速インガーコンビっていうのが本当にかっこよくてトッテナム好きになったんですよね。 なんであのきっかけはね僕本当この2人がきっかけだったなって実感してます。はい。あとはモドリッチですね。まあレアルに行っちゃいましたけども、2012年に行っちゃうのかな、モドリッチいまして、あとはここですね、トム・ハドルストーンって選手になりますね。で DMF ですね。はい。結構フィジカルが強かった印象がありますけども、あーでも今もそんな感じですね。はい。でディフェンシブでモドリッチの穴をカバーするっていうような感じでしたかね。はい。アンカーですね、プレイスタイル。はい。であとはローズもね、2012年にはいましたね、ダニーローズ。でマンシー行っちゃいましたけど、カイル・ウォーカーもいましたね。はい。でフェルトンゲンがいて、ウーゴ・ロレスがいてって感じですね。であとの方ではこのムサ・デンベレね、僕あの2019かな2018かな、去年ぐらいまではあの金でめちゃくちゃ愛用してましたね。デンベレね、ほんと2018の頃かな使ってたの。デンベレほんと当時すっごい強くて、今能力値下がっちゃいましたけど、フィジカルがとにかく強くて、フィジカル94ですね。で、あの、ディフェンス力が非常に高かったんで、刈り取りつつ、あの、パスもうまいんで、配球もできるし、決定力も結構あったんですよね。結構下がっちゃったかな。ミドルとかね、バンバン決めれた素晴らしい選手でしたね。ボールコントロールが非常に長けてて、今で言う、エンドンベレ、ヌドンベレですね。に、非常にタイプ近かったのかなって思いますね。独特のこう、ボールタッチで、こう体も強くてなかなかこう飛び込めないっていう、あの独特なこうステップをかわすっていう選手でしたね。はい。で今はワンタッチパスと送信グランダパス、ハードプレスっていう感じになっています。はい。そんな感じですね、ロビー・キーン。あとはね、あのケインも実はね、あの試合出場しなかった、してはいなかったけども、登録はされてたようですね。背番号37番。ケインが37番ってなかなか信じられないですよね。でも当時ね、まだめちゃくちゃ若かったんで、登録はされてたものの、まあ、当確するのは、あの、その後になりますね。はい。っていうところですね。まあ、こんな感じで、試合をやっていければと思います。はい。ツアーやりましょう。トッププレイヤーでやりましょう。これ相手のチームびっくりするよね。レガニス。ということで。強豪ではないですかね。はい。ウォーカーが絶不調。ウォーカーが絶不調だけど使っていく。デフォーが絶好調ですね。モドリッチも絶好調。いいですね。ファンデルファルトもいいね。ロビーキーンもいいね。なんでまあ、主にファンデルファルトの動きですね。に注目して、見ていただければと思います。何試合かね、やってみて、まだ全然ね、なんだ、チーム力としてはちょっとまだ上がってないんですけども、何試合かやってみた感想としてはやっぱね、ボールコントロールとパスとミドルのところですねが、やっぱりバランスよく非常にできる選手だなって感じで、使用感は結構いいなと思いますね。ただやっぱね、スピードはあんまりないんで、おー危ない危ない、スピードはあんまないんで、そこはちょっとボールコントロールはカバーしないといけないですね。OK、こうもらいに来るんですよ、ファンデルファルト。まあ、ナンバー10ですからね。結構下がってもらいに来てくれますね。パスはうまいと思います。取られていく。落として。あー、ちょっと無理だね。いや、今相当、ちょっとシュートタイミング間違って入力しちゃったけど、体勢が整っていると思っちゃってね。すごい体勢で出たな。キック力あるんで、ファンデルファルトって。こんな感じで、多分ミドルが入るんでしょうね。いや、おかしい、おかしいよね、このステップ。すごい器用だよね。これがファンデルファルトですよ。後ろに下がってシュート打つ選手なんて見たことねえよ。あとね、背番号ね、これもね、ちょっとどのタイミングかによって背番号変わってくるんですよね。ファンデルファルトってずっと11番で、ロビーキンが10番とかだったんですよ。で、逆にベイルが3番とかだったんですけど、ファンデルファルトが10番になって、ベイルが11番っていう感じになっていきましたね。オッケー、やっぱモドリッチいい選手だよね。
なんかやっぱ中盤の上手い選手って本当にとにかくいい位置にいるよね。ローズが突っ込んで、それは無理、それは難しい。デフォーがね、本当にスタミナがなさすぎて、あんまりプレスにね、行かせられないっていうのがありますね。お、マイボーなんだ。ちょっと自分の指で見てなかった。ハドルストンはね、さっき取ったばっかなんでね、ちょっと、初めて使います。あ、ハドルストンのね、この髪型わかります？このモサッとした感じ。すげえ印象的だなぁ。すごい印象的だな。オッケー。おい、これは打たせてもらえない。やっぱファンデルファルトにマークきついんじゃない？意識しちゃってるね。何の話だっけ。オッケーオッケーオッケー、ずれたけどオッケーオッケーオッケー。モドリッチ、モドリッチ、オッケー。いやーね、スパーズ見てた時は本当に、モドリッチってすげー選手だなーって、本当にいつも思ってましたね。すげー冷静。モドリッチかっこよかったなー。なんか個人的な印象としては、今のハリウィンクスっぽい、なんか印象でしたね。その、なんていうの、ボールをテキパキ運んで、こう、敵に詰められる前にスパスパボールを出すっていう。ただウィンクスよりもすごいのは、自分でボールをかなり運んでいってしっかり打ち切って決めきれるとこですかね。そこってやっぱウィンクスって今あんまりないじゃないですか。シュートも結構たまに打つけど、なんか結構すプレスージュかかんないな、すごい方向に飛んでったりするんで、ちょっとそれはそうと、あの爆速インウィンガーを全然活かせてなかったな。レノンね、結構早いんですよ。なんかね、ドリブルが細かい。 OK、 逆サイドが空いている。ベイルが体で負ける。なんかね、ベイルがこっちサイドにいると、あー昔のスパーズだなーって感じがね、すーげーするんですよね。なんかもう全然2012年関係なくね、後半もうちょっと後の方にレアル行く前のベイルはなんかカットインして、その意味不明なミドルを決めて、なんか土壇場で逆転するみたいな試合何試合もありましたね。さあさあ、調子ドン。レノンが絶不調と。ただファンデルファルトとロビーキーンはいいですね。 OK、3-4-3 ですね。はい、ではやっていきましょう。レノン絶不調きついな。まあまあまあ、みんなでカバーし合っていきましょう。 Well, we have the most perfect day for you. A warm hello in every sense of the word. The sun is out.さあ、ファンデルファルトをうまく生かしていきたい。ベイルが、さあダニーローズを使いつつ、オファーじゃない？ああ、そっちじゃないんだ。ずいぶんデンジャラスなバックパスだね。ベイルが取る、OK。OK。オッケー。レノン。すごくね、今の。うおー、ファンデルファルト、いいタッチ。レノン、いいね、レノン。ゼフ長とは思えないシュートモーションだったね。ちょっと、まあ、外れちゃいましたけども。素晴らしいシュートでした。デフォーはね、スタミナがマジでやばいから、スタミナ75ですから、あんまりプレス行かせないようにしないとな。その代わりファンデルファルト頑張らせるか。スソうまい。スソうまい。オッケー。オッケー。あー、オッケーじゃない。オッケー。ベールナイス。オッケー。レノンが。入れて、裏じゃない？
ッケー、ベイル。ちょっとシュートボタンちょっと押すの早すぎてたまらず右で打っちゃいましたね。オッケー、ナイバー。あー届かなかったか、デフォー届かなかったか、ちょっとデフォー感あったけどね今の。見ました、でもファンデルファルトのスルーパス、なかなかいいパスでしたね。よし、ローズがオッケー、いいじゃんローズ。さあ足元事故りやすいロリス、ウォーカーが爆速、ウォーカーが来た。さあベイルが、やっぱこっちサイドでやると右足になっちゃうね、やっぱね、ちょっとドリブル的にはね。オッケー、モドリッチ、ナイス、惜しい惜しい惜しい。モドリッチやっぱミドルがあるからね、当時もミドル本当バンバン決めてたもんな。オッケー、ベイルが疲れてるのが問題だな。おっと 0-0 で終わってくと、結構いいシュートの見せ場作ったけどな、惜しかったな。デフォーはもうちょっと頑張るか、ハドルストンとか全く疲れてないやん。ハドルストンのところをデンベレ入れていくかな。 CMF2 枚並べましょう。うーん、結構いい見せ場作ってたけどな、やっぱあの結局カットインしてベイルが打つっていう、ああいう感じになっちゃう。うーん、ああいう感じになっちゃうっていうか、まあ現に結構そうでしたからね、まあ、ベイルに頼ってたというか、まあ、ベイルが行っちゃうからみたいな感じでしたけどね、感覚的には。オッケー、ナイスダイレ。さあここファンデルファルト、あーさすがに入られた、あーはない。おお、デフォーデフォーすげーな、これが37歳ですよ、めっちゃ強引に打ってったな。いやー今ファンデルファルト打つチャンスだったけど、いやフォワードとしても満点ですよこの動きは。すげえな、すげえなデフォー、体入れてからの体幹すげえな。デフォー普通に強えな。フェルトンゲンか、フェルトンゲンっぽい。オッケー、デンベルから縦、なかなか縦に出せない、ここじゃない。 OK OK OK、 素晴らしい素晴らしい、あ完璧すぎるトッテナム感だったけど、いやーすげえいい動き出しだなっていうか、惜しすぎるデフォー、いやーいい攻撃だったな。懐かしいなこのサイドのこのワイドの攻撃、レノンが気になるけど、まあ頑張ってもらうか。さあロビー・キーン投入でございます。ロビー・キーンはね、あの本当万能型って感じで、あのすごい使い勝手いいですね。なんだろう、すごく突出した能力があるかっていうと、ちょっとその FP とかに比べるとあれかもしれないですけど、すごいバランス型ですね。おお、ファンデルファルトが取れない。やっぱルリスのセービング力がすごいからね。 OK、 さあこれ誰が行くんだ、誰が行けるんだ。さあ取れない、取れないのきついよ、取れないのきつい。あーあーいや、ちょっと下りすぎましたね。さっさとクリアしないとこういうことになるよと。たださ、ファールとかもそうで怖いところではあるよね。あーやばいやばい、下ってる下ってる。ちょっとロビーキング活躍できてないからね、ちょっと。Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage. But for me, they've got to chase a winner.
さあローズが引っ掛けて、さあ最後見せ場を作れるか。さあワイドでレノンが沈黙していたレノンがファンデルファルトからオッケー、ロビーキンが抜け出している、ナイス。この土壇場に決めていくすごいゴールパフォーマンスいいね、99番にしちゃったけど10番が被っちゃったからオフサイギリギリだねしっかり決めていく素晴らしいですね。いやー価値ある1点。まあということで結構打ったのにね、まあちょっとさっと使ってみてって感じではありますけども、はい、まあ非常に、ファンデルファールトもロビーキーも使いやすい選手なのかなと思います。まあ役割がねちょっと違うんで、ちょっと ST でファンデルファールト使ってましたけど、やっぱ OMF とかねパスをさばくようなポジショニングで、かつまあ飛び出してミドルを決めていくみたいな使い方が非常に使いやすいのかなと思いました。はい、ぜひね当たった方使ってみてあげてください。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。